シノンのぶっ飛び TV! イエーイ！はい、というわけで今月から始まりました。K のシノンのぶっ飛び TV、略してぶっ TV でございまーす。イエーイ！はい、今月から8時15分からの放送になりまして、はい、ぶっ飛んだ話題をいろいろお伝えしていこうと思いますので、皆さんぜひぜひ毎月見てください。よろしくお願いします。やばい、なんかちょっと夏っぽいことやんなきゃと思って、本番終わってからなんか海行ったらクラゲすごいし、あーもうみたいな。あれだよね、クラゲの、なんかお盆すぎるともうクラゲがダメなんでしょ。そう、なんかあの海行ったらすごいクラゲで、あのね、打ち上げられててクラゲが踏みたくないぐらいクラゲでブヨブヨするんだよね、あれね。すごかった。何の話だこれ。この夏の思い出。この夏の思い出。あ、そうですね、ほんと舞台一色な感じの夏でした。あー、しのさん、なんか夏いいことしましたか？私、お祭りに2回ぐらいしか行けなくて。あ、本当にね。そう、どこ行ったの？なんか地元の花火と、うん、いいね。あと、阿波踊りに。あ、いいね、どこだろう。高円寺でございます。あー、高円寺ね、高円寺だ。友達、お姉ちゃんと踊ってて。踊ってるんだ。そう、へぇー。で、見に行って、すげえ人だった。すげえ人だね。なんか思ってるものと違うものしか見えない。そうなんだね。なんかさ、頭しか見えない。なんか阿波踊りとかサンバカーニバルとかさ、三社祭りとかさ、人しか見れないよね。とりあえずね。本物見れないし、そばに行けないしね。あんまり近くにいてもさ、なんだろう、乗り切れない自分がいるからさ。よ、へ、よ。よ、乗り切れてない感じが。戸惑いがこう感じられたら申し訳ないと思ってる人に。あ、でもね、ケイナ、いつもなんか麻布十番の祭り行くんですけど、サンバでさ、ずっと街を歩くの、それに、思い切って入っちゃうと、結構楽しい。ケイナしか入らない。でみたいな、もう、キャーって言ってるだけでなんか街ぐるぐる回って。なんだろう、絶対同じように楽しむ自信もない。ね、なんか、すげえなんか、いつまで回ってんだろ、私たちに、みたいな。あるよ。来年行こう。来年。なんで行こうよ。行こうよ。乗り切れない自信があるんだわ。超面白いって。だってこれでキャーキャー騒ぐんでしょ。そう。どうするの？どうしようか。ついてきて。なんかね、麻布十番は、外国の人がすごい多いから、大使館とかさ、いっぱいあるから、なんか露店も大使館が出してたりとかして、すごいね、国際色豊かなんだよね。なんかサンバの人もすっげえ本場だから、なんか踊ってる人とか、外国人だからそう、超楽しいから、行こう。ちょっと、ケアさん、そんな私たちなんですけど、ね、はい、なんでしょう。チラッと見た感じ、自己紹介しないって言ってるから、自己紹介なしって言われちゃったから。するよ、今から。してないね。して、自分はずだったよね。今からするよ。はい、どうぞ。どうも、はじめまして、の方、はじめまして、シノンと申します。イエーイ。普段、MC、とかライブであんま喋らないんですけど、できるだけ声張っていきたいなと。声張っていこう。声張っていこう。声張っていこう。気持ちだけは声張っていこうと思ってるんで。気持ちだけ。体張っていこう。テレビの向こう、テレビじゃない、お家で叫び返してください。よろしくお願いしまーす。緊張迷惑。叫び返さないでくださいね。はい、ケイナです。猫カフェ50件、インタビューしたにゃんこ100件。すごいでしょ。なんで猫にインタビューって何やの。なんかね、猫にインタビューするんですよ。なんだろう、こう、お店の人気ナンバーワンと、ケイナのお気に入りナンバーワンを毎回紹介してるんですよ。うん。猫カフェを紹介する番組で。うん、で、その2匹をいつも追っかけて、はい、何でしょうか、眠いでしょうか、お、尻尾長いでしょうね、毛並み素敵でしょうね、とかやってるんで、わ、うん、かりますか？ちょっとわかんない。ごめんね、わかってあげたかったけど、ちょっとわかんなかった。そのインタビューをしておりましてですね、うんうん、なんともう50件以上猫カフェ行ったんで、100匹以上のニャンコを紹介してるんですよ。はい、というわけでニャンコとお肉大好きケイナです。よろしくお願いします。はいはい。さあ、それでは、そろそろ、終わりにしますか。しないしない。待って待って。お世話になりました。お世話になりました。せっかくなんで今日はね。はい。
ゲストさんを、はい、ご紹介したいと思います。 PB クイーンの桃園桃ちゃんと桑名美咲さんです。イエーイ、よろしくお願いします。はい、ではまず最初にやらなきゃいけないのは自己紹介です。そうそう、そうそう、大事なやつだよ。自己紹介お願いします。リアルフィギュアテキーナゴミ系アイドル、マロリとツインテールがトレードマークの現代人に募集中の姫様こと桃園桃です。皆さん桃たんって呼んでください。せーの、桃たーん。はい、第1回目のゲストということでね、めかし込んできましたよ。すごいね。うん、あのね、目が桃園桃です。ね、なんかね、売れてる感じがする ね、 ね、売れてないでしょ、まだ。なんか、だって、まあ、桃ってもっとなんかこう、もっとスピンクかな、みたいなね。それでは主張が足りないと思います。桃色を出してみました。桃色を出してみました。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。みさちゃんお願いします。はい。ももちゃんみたいに特に何もないですけども、みさちこと桑野美咲子です。みなさんこんばんは。こんばんは。今もなんかモモタンの勢いでこんばんはになっちゃった。ありがとうございます。桑名美咲子です。みさっちって呼んでください。せーの、みさっちでしょうよ。あ、やってみる。じゃあやり直して。はい、みな、はい、さんこんばんは、桑名美咲子です。みさっちって呼んでください。せーの、みさっち。なんでみんなを低くすんの。今、ケイノちゃんが振ってくれたからね。みんなそれに答えてくれたの。ありがとう。きっとテレビの前のみんなも、みそっち。みそっち。ありがとうございます。お母さんとかが入ってきて、みそっちって誰。なんで低いのみたいな。なんで低いのあった声が入ってきて。はい、どうぞどうぞ。気をつけてください。気をつけてください。気をつけてください。はい、今日はあのね、PBQ の4人が集まって、今日第1回目に来れたのですごい嬉しいです。やったー、イエーイ。ね、あのさ、ケイナちゃんとシノンちゃんのツーショットっていうのが、うん、ありそうで意外とない、うん、感じかなって思う。本当にそうでもない。ね、いや、意外と意外と。なんかたまにコラボで一緒に歌ったりとかしてるけど、ね、うん、MC ではないね、あんまり。うん、喋んないし。喋んないしね。喋んないしね。そうだね。じゃあなんかみんないろいろ突っ込んで、あの、しのんちゃんにもぜひ、いっぱい突っ込んであげてください。はい、あの、画面ご覧の方はコメントでしのんさんに突っ込んでいただければ、すぐ拾いますんで。いろいろ。他にやることもないからずっと見てようかな。なんで番組ちゃんとやって。はい。なんで、まあ第1回目、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしまーす。というわけで、じゃあ今回のテーマを発表してください。はい、今回は。テーマがあったんですね。はい、トークテーマが。その前にちょっとあの、私は早速拾ったんですけれども、なんでうなりくんがいるんだっていう。あー、いいとこに突っ込んじゃいました。だってほら、気になるじゃん。うなりくんのいる理由はこちらをご覧くださいですよ、これ。何ですか？こちらが出ちゃった。どこだっけ？ YouTube だ。そう。何かがあったんだよね。今、二人が夏の思い出を語ってたのを、振ってくんないかなってずっと待ってたんですよ。あー、じゃあ夏の思い出で喋っちゃう。はい。こないだのね、29日に。おぉ。うなりくんと、おぉ、おぉ、イベントやってきました。桃園のファイスのひよちんさんとひよももというユニットを組んでまして、で、そのひよももがずーっとうなりくん大好き大好きって言ってラブコールをしていたんですよ。そしたらやっと、そううなってきて、ちょっとダンディーなんですよ。そんなダンディーだったかな。僕のこと好きうなって言ってくれて、じゃあぜひとも一緒にイベントしてくださいって言ったら、いいうな言ってくれて、秋葉原で。本当に言った脳内で。脳内でね。すごいかっこよく。妄想したら一回500円入れなきゃいけないんだよ。妄想貯金に。妄想貯金。だいぶ溜まっちゃったね。あの、PB クイーンにはですね、妄想貯金っていうのがありまして、妄想したら500円入れなきゃいけないっていう貯金箱があるんですよ。これ溜まるとみんなでね、あの、慰安旅行に行ける。そう。で、ニーニーも妄想したら入れる。妄想したら入れてくださいね。私たちも入れる。入れるんです。はい。社長も入れてますから。みんな入れてる。はい。社長は先日1000円入れてました。そんなに。何考えたんだろう。何考えたの。妄想の理由も書いてほしい。そうだね、書いてほしいね。妄想ノートも入れて。妄想ノートいいね。これを妄想しました。ごめんなさい。500円です。なんでみんなその素直ないい人。面白い。いいかも。ちょっ
ちゃった、妄想で。妄想しすぎちゃう。妄想貯金。それ、ミックスジュースの時は置いとこう、簡単に。あ、そうしよう。それ溜まったらなんかあるかな。だからみんなで旅行行くのか、焼肉食べに行っちゃったりとか。みんなで、いろんなこと考えた方がいいよね。ねえ。だからなんか、目標金額一応。書いとけばいいじゃん。今回の、しかもあの、トータルじゃなくて、今回の目標金額みたいな。ああ。今日で5000円。あれだ、なんか、あの、カウンターにいる時とかに、妄想させるような、誘いトークを、熱いわ。みたいなことかを入れると、妄想してもらえるみたいな。それで誰もしなかったのが最初だと思うよ。なんかちょっと変わったけど、ゼロ円。今日ゼロ円でした。で、私なんか妄想ノートが迷惑ノートになったりするから、ケイナちゃんが今日キモかったです、みたいな。回収されてるでしょ。怒られる。500円返してください、みたいな。ね、いい。いいよね。ねえ、なんかね、そう、なりくんとイベントしてきたの。ケイナさんに MC に入ってもらって。そう、そのリンク先から見れるので。はい。ひよももの大興奮ぶりが。はい。ぜひぜひ。ので、今日はね、うなりくんも今日ゲストで出たいうなって言ってたんで、連れてきたうな。でーす。あー、イエーイ。イエーイ。はい。質問入る？してない。妄想、妄想か暴走って書かれてる。ケイナの話だよ。はい、じゃあ今日のトークテーマいきますか。はい。うん。今日のトークテーマは、じゃじゃん。ちょっと初回なので壮大に行こうと思いまして。宇宙かな。でもちょっとね、なんだろう、重いかもしれない。ちょっと見てる人も、ここにいる人もドヨンとしてしまうかもしれない。何よどう。でも、ちょっと壮大に行きたいと思います。はい、聞いてくれるの？あの、成田さん？成田さんじゃないけど。桃園だって。あの、今日のテーマは今後について。お、今後についてアバウトだな。そう。じゃあ今日この後はじゃあみんな。お金の話とか言ってる。お金の話。お金の話。お金の話は重いけれども、お金の話じゃない。今後今日でも妄想貯金で。妄想貯金で貯めるでしょ。今後、今後。どこに旅行行きたいか。あー、いいねー。どこ行きたい？どうしよう。海外、海外国内。海外行ったことないから行きたい。あー。え、一回もない。一回もない。え、そうなんだ。ハワイ行きたい。ハワイ？ハワイか物価高いんだよなー。でも、ハワイのパンピー、ポッピーケーキ。パンケーキ。超美味しかった。行きたい。超美味しかったです。行きたい、行きたい。海外ならどこでもいいんだけど。ハワイでいいの？どこ？じゃあ一回見たことない。ハワイってね、こんなで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 。どこ行ったらいいの？わかんない。日本どこ？日本か、ここ。あー。これここ？アメリカ。それ、あ、何か。ハワイ行ってみたー！国に乗っていきたい。どこ行っていいかわからないんだけど。ここら辺ね。ここら辺。ハワイ。ここら辺ね。ハワイ。ハワイ。アメリカ合衆国だからね。やつね。あー、そっか。アメリカだ。なんでちょっと興味なさくなったありがとう。海外進出。なんかこう、何をさ、目的に旅行行くかもあるじゃん。ご飯食べに行くのか、なんか海とかで遊んじゃうのか、それともお買い物に行くのか、とかなんか。何したい？目指し何したい？海外行ったら。海外の雰囲気だけ楽しみたい。じゃあね、あの、街歩いたりとか。ディズニーシーとかに行く。そうだよ。なんか、すごい海外っぽいやつ。なんか、イタリアにも行けるしさ。イタリアっぽいのも行けるし。なんか、アメリカっぽいのも行けるし。指定みたいなところで。わらわらいたってしょうがないでしょ。いやでもね。でもハワイはでもね。日本人じゃハワイじゃなくていい。日本人いないとこね。ヨーロッパ行きたいかも。あ、ヨーロッパで。でも遠いよ。高いよ。遠いから。だからみんなに妄想してもらってたんだ。妄想貯金今溜まった？あ、溜まったかな。全然溜まってないと思う、今。今のところとりあえず。何でも妄想できたな。ヨーロッパ。ヨーロッパでも、なんか、建造物見に行ったり、イタリアって行きたい、行きたい。イタリアとかで。いやいや、イタリアもだし、スペインもだし、フランスもだし。なんかイギリスとかもヨーロッパでしょ。イギリスもヨーロッパ。ここもヨーロッパ。広い。イギリスのビッグベンとかもすごく。ビッグベン？ビッグベン。もーちゃん、反応するタイミングがおかしい。ビッグベンって、ビッグベン知らない？ビッグベン知ってるよね。あの、こう、ロンドバッシュ。なんで叫んだの？なんで叫んだよ。ビッグベン！なんで叫んだし。ビッグバンとか。ビッグベンっていうのがなんでさ、ビッグバンじゃないですかね。あれだよ。時計の大きいやつ。あの、ロンドン橋があって、
時計があるじゃん。世界専門だ。そうだ、それでフランス。ビッグベンっていう名前。ビッグベン。名前が本当じゃん。ビッグベンじゃねえのかよ、みたいなことが言いたかったんだけど、ビッグベンだった。ビッグベン、ビッグベン。あんな大きい声で復唱しちゃった。行きたいです。行きたい。でも、あんま日本語が通じなそうだから心配。通じないね。それは確かに。通じない、通じない。話せる人がいたら。話せる人。何？英語、英語、英語喋れる。すごい。英語、イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。でも日本にいるとめっちゃ喋れないけどね。あー。楽しいよ。ハロー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 。マイネームイズ、うなーりー。うなーりー。ケナでしょ。マイネームイズ、うなーりー。フロムナリタ、イエーイ。なんでうなりくんの気持ちになって喋ってんの？妄想。妄想だね、妄想。すいません。うなりくんで妄想しました。コーヒーあげる。なんでさ、ももちゃんのうなりくんはなんかくっついてんの？可愛いでしょ？おしゃれしてるんだよ。あ、そうなんだ。うなりくんって男の子じゃないの？ん？ん？うん。たまには可愛い。この子は女の子。あ、そうなんだ。興味なし。本当に？そうですよ。本当は性別ないの？そういえば知らなかった。でもうなりくんとか言うから男の子って言って。確かに。ね、くんだから男の子だと思った。確かに勝手に男の子だと思ってたけど。勝手に。もしかしたら違うかもしれないよね。でも、女の子ならうなりさんだと思う。そう、ちゃんじゃない。なんでちょっと敬意を表してるの？どうも、うなりさん。こんにちは。あ、でもうなりです。うなりちゃん。ももちゃんがいつもうなりくんって言ってるから男の子だって勝手に思ってるだけかな。え、うなりってさ、名字なの、名前なの？うなりかもしれない。うなりかもしれない。うなり。なんかちょっと、あの、中国人っぽくなっちゃった。うなり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 。あれ、今後の話どこ行った？どこ行った？どこ行った？ちょうどね、今後。じゃあ、まあみんなで旅行行くということでね。そうです。ヨーロッパ目標。行きましょうか。ヨーロッパ目標でかい。でかいねー。壮大壮大。ね、壮大、行きたい。なんかヨーロッパですっごい行きたい国とかありますか？どこだろう。いや、結構どこでも回りたいかも。スイスとかドイツとか、そうですね、フランスとか、もうなんか有名どころからちょっとマイナーなところまで行ってみたい。一回も行ったことないくせに。ヨーロッパって、なんだっけ ?EU? あれ ?AU? EU? なんだなんだ。なんだ、ユーロ。ユーロ。ユーロ。お金のことですか？お金のこと？お金のことかな？なんか、お金の通貨一緒だったりするじゃん。ユーロです。それです。ユーロです。あー、なんか、ユーロ。でも、ユーロが使える国が、加盟してるところが EU。EU 加盟国。でしょでしょ。それが混ざって AU になってる。携帯かい。すごい歴史だね。AU ね。恥ずかしいね。ねえ。けどね、ギリシャ行きたいんだよね。神殿みたい、アテナ。ああ、パルテノン神殿。そうとか。あとほら、あの、オリンピックの聖火があるとことかさ。ねえ、行ってみたい。もうすぐ、オリンピックね、決まるかもしれないしね。そうね、どこだろう。いつ決まるのあれ。あさって。あ、すぐじゃん。3日、3日と、あさって、しあさってか。あさってか。あさって。あと、あと何が一押ししたら決めてくれんだろうね。妄想、妄想。妄想資金。東京に来たと。東京。その気持ちだけでいけるもんだろう。気持ちだけでね。ね、送ったらいい。なんかさ、どこの国も超必死なわけだ。必死だね。あと、日本が何したらじゃあ、あれ、あと勝てたと思う？なんだろうな。勝てたと思ってまだ負けてない。負けてないよ。負けちゃった。勝てそうな気がする。なんかでも日本の社員さを抜いた方がいい気がする。社員？社員な部分を。社員。恥ずかしさ。そうそう、社員な部分を抜いた方がいい気がする。なんか謙虚じゃん。確かに。あとグイグイ行った方がいい。グイグイ行った方がいいと思う。東京しかないみたいな。だからスペインのマドリードとかって。あ、行きたい。グイグイだから行きたいじゃん。行きたいじゃん。まだ抜けられてないのに。抜けられてない。まだ旅行会計。グイグイ行くからさ。大事大事。もっとこういうの出していけばいいんだなと。ゆるキャラで。ももちゃんだったらじゃあさ、ゆるキャラだゆるキャラ押せばよかった。だから。文化だね。もしオリンピックしたら、みんな集合するよとか。ああ、ゆるキャラ。ゆるキャラ全部。ゆるキャラ競技も入れるよとか。ああ。ゆるキャラ。ももちゃん、あの、なんか世界的に見て、需要がそこまであるかないかって言ったら、もしかしたらないかもしれない。ゆるキャラも、
接客するよ、なんていうの、接客ジュース出す、おジュースバーンバーンどこに持つの、豆乳出すよみたいな、ブシャーンブシャーンなんか、なし汁出すよ、ブシャーンみたいな、そうそうそう、もう入り文字って行きたくないよね、なんかちょっと、ベタベタするみたいな、日本のイメージがちょっと日本のイメージ、日本でベタベタするんだってみたいな、もう全然よかったな、もう幸運なくなっちゃうね、まだあるもんね。ねえ。そしたら、あ、でもさ、海外の人は日本人から楽しみなわけでしょ、そしたら。サムライ。どうしたサムライ。おう。そういう格好したらいいかもしれない。うん、忍者。そう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 。そう。あ、みんなね。ね。あ、会社行くのもね。そう、実際おんまげと。どっちかで行ってたよ、どっち。忍者かサムライ。今目の前にいる人たちもじゃあみんな忍者の格好して、行くってことだよ。そしたら絶対日本でやりたくなるよ。本当？本当に？来たい。なる？怖くない？だってさ、知ってる人だからまだいいけど、知らない人がみんな顔電車しか出てないんですよ。こんなんか電車いっぱいいんだよ。ごめん、誰だろ、あ、お前か。あ、お前か、みたいな。わかんねえよ、お前の格好。わかんねえよ、みんな。今もござるとか出なきゃ。あ、もし刀とかみんな釣り刺してるでしょ。電話なんだ、しかもそれが。紛らわしいな。しちゃっ。ああ、我が輩でござる。分かるでござる。拙者、鉄の塊の乗り物が遅延してるでござる。電車でよくね。絶対いい。ね、みんな来たくなるね。なんだよ。なるよ。めんどくさい。だから、あれ国から忍者保証とか出るわけですよ。あ、忍者の衣装を3000円まで支給しますみたいな。なんで忍者欲しいなの、そんなの。ちょっと保証が。3000円なの。それだけ。そうそう。それより高いの買っちゃったら自分で出してくださいね。ちょっと、ケオテとかはさ、そうそうそう、1980円とかで、そうそう、手頃なのもあるけど、なんと残りの1000円で手裏剣が買えます。その策略に出てくるわけですよ。面白いね。2枚買ったらもう1枚ついてくるから。あらがえ。忍者ばっかり。ねえ、ばっかり。くの市もありますよね。あー、いい。くの市と町娘。町娘みたいな。団子ありますみたいな。忍者でもなんでも。すごいね、こんなに話が多い。妄想いいでしょ、妄想いいよ、みんな。今いくら入ったんだろう。すごい入った。誰も止まんないから。超入った。よし、今日もいけそう。今後についての話はこの感じで大丈夫ですか。もっとね、なんだろう、求めてたものとはまたちょっと違う方向のいいものが聞けたかな。よかったですね。これからも頑張ろうみたいな気持ちで。多分見てる人も、なんだろう、よくわかんないけど、俺らもうちょい頑張れるじゃんみたいな。きっとそういう勇気を与えられたんじゃないかな。途中から見た人何の話してんだろう。そう、多分ね、いきなり見て忍者の話何してんだろうみたいな。ごさあ、なんかシノンさんはどこ行きたいのって聞かれてるよ。私バリ島。バリ島バリ島いいね。でも南国行きたい、私も。南国いいね。あったかいところ。ちょっとあんまりお金貯まんなかったらグアムで、お金いっぱい貯まったらバリ島。だってグアムって安いの？安い安い。うん、近いからね。じゃあグアムにしよう。グアムにしようか。オッケー。グアムだったら案内するぜ。やったー。何が美味しい？ほんとね。また広がっちゃう。肉。肉？なんかほら、アメリカ圏だから、やっぱりステーキがね、大きかったりとかする。でっかいのね。なんか、ハンバーガーとかもすごいでかかったりとか、ハンバーガーに入ってるハンバーグもこんなだったりとか。ハンバーガーなの？あ、そうか、ハンバーガーって周りのものも一緒で。そうそうそう。ハンバーガーって中のものも。そうそう。You know ハンバーグ？ Yeah. Oh, yes.Oh, this is so big. Oh, yes. 多分ね、ごめん。二人とも日本人だから。OK, OK. はい、というわけで、トークコーナーでした。無理やり締めたね。はい、ではじゃあ次ですね、なんと質問。あ、質問。コーナー。イェーイ。そう、これがね、ただ、普通に質問してもつまらないなというわけで、今日いらしていただいてるお客様で顔出し NG の方いらっしゃいますか？せーの。あ、いたいたいた。いた。じゃあ、顔出し NG な方は、顔は映らないようになりますので、じゃあ、じゃんけんをしてください、私と。いきます。あ、ちょっと負けるかも。うん。負けた人前に、こちら。最初はグー。最初はグー。じゃんけんぽい。はい、パー。パー。勝った人？名前出ちゃった。勝った人？負けた人？
負けちゃう。チュウさん言っちゃう。あ、言っちゃった。負けた人。じゃあちょっと、チュウさん、あの、じゃあ今日初回につき、ちょっと安心していろいろ聞けそうな。ああ、チュウさん、その、はい、じゃあマイクの前まで、どうぞ。私の方で、シムさんに対して、やばいこと言ってます。で、あの、シムさんが、誰の何が好きなのかとかをまずちょっと聞いて、あー、なるほどね。で、まぁ、あの、女の子の素の反応をね、楽しんでいただいて、まぁ、ちょっと時間また聞いてもいいよみたいな、そういうのにしていこうかなと。わかった？じゃあ、やってみよう、やってみよう。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 こんにちは、こんばんは。こんばんは。あの、今日は、どなたを見にいらしたんですか？今日は見つめ合ってる。見つめ合ってる。どなたを見にいらしたんですか？うなぎくんです。マジですか？もうそうだったか。じゃあみんなを。あ、みんなを。優しいね。優しい。優等生的な。T シャツに、もうそのももって書いてあるけど。はい、もうそのもも書いてあるけどね。ありがとうございます。お気遣いいただきまして。あの、ご趣味は何ですか？お見合い。趣味？はい。なんだろう、趣味はなんだろうな。ライブを見に行ったりしてます。たまに。たまに。たまに。ああ、たまにお会いするもんね。たまに。どんなライブに行くんですか？どんなライブ？どんなライブ？そんなに考えちゃう。地下アイドルとか。あ、地下アイドル。地下アイドルさんだって。なるほどね。初めて知ったよ。初めて知った。なんで私は、おばちゃん、なんか抱えてよく言い払ったね。私じゃなかった。かわいい。いやいや。で、あの、その T シャツをちょうど着てらっしゃるわけですけれども、どこが好き、その女の子のどこが好きですか？難しい質問でもないけど。待っている君が。全部。誰のことだろう。してない。あ、してないね。多分残念ながら。でもほうほうほうっていう書いてあった。なんとなく分かって、でも誰が見ても分かると思う。画面の皆さんにはしてない。うん、画面の、そうですね。画面見てる人には分かる。じゃあこれで。ももちゃんに対する、あ、言っちゃったよ。言っちゃった。じゃあなんか、あの、お好きな方にぜひ質問を。ももちゃんにでも、どなたにでも、好きな質問を、好きな質問を一つどうぞ。質問。もうすぐ、誕生日が。あ、誕生日がありますね。ありますね。うん、ですけど。誕生日がありますねっておかしいな。間違えた。誕生日ライブがありますねってこと。はい。うん、はい。もうすぐ誕生日。うん。シムさんも誕生日なんだ。シムさんももうすぐ誕生日？え？すげえ名前言ったけど。ごめん。違う。あ、僕？僕は違う。違います。僕違う。全然一人で分かってない、私。どうぞ。意気込みを。あ、意気込み？意気込み。あー。ここで語ってもよろしいですか？どうぞ。今年、すごいゲストさんもいっぱい、来てくださるんですよ。でね、ずっと憧れてた先輩たちもいっぱい来てくれたり、仲良くいつもアイドルライブ一緒に出てる子もこの後ちゃんと告知するんですが出てくださって、なんだろう、埋もれないように何その目標、主役なんですが埋もれないように行きたいなと思って、で、バースデーに向け3曲ほどニューカバーを練習中。これできるかどうかちょっとまだわからない。まあね、もっかい練習中。そうそうそう。なのでそれを、バンとやって、最後ドドンってやって、来年はうなりくんが来てくれたらいいなって。そうだね。今年だからすごいさ、ライブの節々、あ、節々ってよかった。節々。なんだろう。要所要所。要所要所でこうね、うなりくんの話を挟んでいって、DVD とか送りつければ。送りつけよう。送るな。そうなの。今日の放送も見てもらったら、見てるかも。そしたら、僕のこと好きだ。好きだ。500円入れて。ありがとう。なんか。行くな。
また一歩近づいたよ、うちらの。旅行行けそうです、そろそろ。そろそろ旅行行けそうです。そんな感じで、毎年体調をバースデー前に崩すんですが、うん、今年はこのまま駆け抜けたいと思います。ほほ、ね、ぜひ来てください。というわけで、今日ご質問コーナーに果敢に立ち向かってくださった、ムムさんに大きな拍手をありがとうございます。あれだ、帰るときに石写るとかそういうのいいね。いいね。ってこう、ね、誰だったみたいな。あ、あの人かもしれない。うん、あの人。いや、そういえば、みどっちももうすぐ、あ、そうね。そうです。バースデーじゃないか。みどっちも、なんと11日がみさっちバースデーでございます。うん、おめでとう。来週ね、ほんともうすぐ。いつ ?8、9、10、11。水曜日くらい。水曜日。水曜日。水曜日。平日なんですけどね。水曜日よかったらね、はい、じゃあ告知していただきます。そうね。ミサッチのなんか意気込みはないの、意気込み。え、意気込み、うん、あのね、ミサッチは自分のバースデーに本当に大好きな人をいっぱい呼んだので、はい、みんな本当に、そうそう、でも本当そうかも。自分がお客さんで、自分が歌わずに、自分がずっと客席で見ててもいいぐらいの人たちばっかりを呼んだので、はい、なんで、一組だけ実は男の子たちのユニットがいるんですけど、あのね、あるお客さんに、なんで男の子見なきゃいけないのって、言われたぐらい、ちょっとびっくりかもしれないんですけど、皆さんから言わせて、5人組で、普段ソロの活動をしている男の子を5人組で、来てもらうんですけど、その子たちがちょっと、ある曲を歌ってくれるっていう情報を得て、もう超ハイテンションで、楽しみなんで、ミタッチは、もしかしたら自分を置いといて、すんげー楽しんでるかもしれないんですけど、よかったら本当に。ねえねえ、スマップっていうツッコミがある。それはすごいね。バレちゃったね。超頭いい。5人って言ってさ、男の子でさ、スマップって出てくるこの人がすごいと思う。すごい。え、スマップってことにしとこうじゃん。そう、スマップ。スマップ。スマップです。スマップです。やりがいか。片やうなりくん、片やスマップ。うわー、超すごい。やめてください。貯金箱。貯金箱差し上げて。姫がテンション高くなって。姫。500円入れて。お帰り。はい。ということで、はい。本当楽しみです。もう、ありがとうございます。はい、というわけで、質問コーナーでした。ありがとうございます。さあ、続いては、なんかね、本当はゲームしようと思ったんだけど、なんせ海外旅行だなんかのコーナーで、やったらめったら時間こうね、食っちゃったわけですよ。そうですね。思ってることと物事って実際一回戦だけやろうか、一回戦だけやろうか。一回戦だけやる。はい。で、そうですね。サクッときますか。もう一回ゲームコーナー、イエーイ。じゃあ、はい、サクッと山手線ゲームをやっていきたいと思います。何にする？山手線ゲーム知ってる？山手線の駅を言ってけばいいの？あ、山手線ゲーム、山手線の駅の名前だったら、ああ、そういうことね。いいよ。オッケー。じゃあ、いいよ。じゃあ、いいよ。じゃあ、いいよ。何様だわ、みたいな。お題、何しよう。ミサッチから続く？おぉ。イェーイ。山手線ゲーム。イェーイ。どっち回り？こういう感じで。お客さんどうやって回っていくか分からない。お客さんに回さない。こちらだけ？時間足りねえよ。ほいじゃあ山手線の駅の名前。せーの。池袋。渋谷。高田馬場。新宿。秋葉原。大久保。大久保違う。新だね。新大久保。新大久保だね。はい、500円。いや、もう、うな言うだけで500円。はぁ。なにくん、はい。もうすぐグアムに行ける。こういうゲームをこれからやっていくんだね。そう、でもさ、時間まだちょっとあるから、もう一回やろう。じゃあ、楽しくなってきちゃって。今ならできる気がする。じゃあ、間違えたももちゃんが。イェーイ、なんか最初言うんでしょ？イェーイとか。イェーイ。テーマ決めた？テーマ決めた？決めた。苦しい、苦しい。大丈夫。いくよ、ももちゃんから始まる。イェーイ、山手線ゲーム、イェーイ。テーマは好きな菓子パンの名前。せーの。おい、こら。おい、こら。ちょっと、ごめんごめん。1万円入れてもらっていいか。放送したわけじゃないけどね。テーマ決めたよね。ももちゃん
が決めてるね。ももちゃん決めてるね。違うよ。メロンパンっていうのか、うん、例えば品名で言うのかっていうのを考えたの。難しく考えすぎちゃったんだ。あもっと素直な気持ちでいこう。なんか、山崎のメロンパンですね。第一パンのメロンパンとかそういうこと。もうあれメロンパンの名会用だけだよ、そしたらね。さっくりメロンパンとか。あチョコチップメロンパンとかね。なんか北海道トカチメロンのメロンパンとかね。クリーム夕張メロンパンとか。あーね。はーい。全部メロンパンなんだけども。もう一回違うテーマでいこうか。違うテーマでいきましょう。じゃあちょっと考えて考えて。じゃああれでいきます。次間違えたら2万円ね。また近づいちゃったよ。大丈夫かな。どこまで行けんの。1人分ぐらい溜まったね。でも1人グアム行けるよ、多分。え、そんなに安いのグアム。行けるよ。だって3万9800円とかだし、マグロちゃんがさ、2万入れるわけじゃん。もう3万。じゃあみんな行けちゃう。1人2万9800円。2万と300円のそのハッサンだから来たの。よし行こう。よし行こう。モブちゃんから始まる？イエーイ。山手線ゲーム。イエーイ。テーマは？果物の名前。せーの。桃。スイカ。ブドウ。メロン。バナナ、カキ、リンゴ、サクランボ。2万円、2万円入りまーす。はい、2万円入りまーす。貯金がだんだんカツアゲになってる。今日だいぶ貯金してる。バレちゃう。バレたまったよ、だって。たまった、たまった。いじめ。これ5回ぐらいやったら結構もういけそうな勢いで。もうやめよう。なんでもうやめよう。もう一頑張りでいけるよ。でもなんかまだ時間あるから。もうない。もう時間がないよなー急ぎ急ぎ本当もうじゃあもうそれがだから入れるあれなんだよ。うなって言ったから500円入れて。一うな500円で。一うな。一うな500円。いやうな。ひよすんさんにも、ね、食べてね。一緒に。ちゃんがこの間うなうな言ってましたって。すいませんでしたみたいな。旅行行こう。じゃあもう終わる？終わる？終わる？その前にちゃんと告知タイムをしてるから。はい、じゃあゲームコーナーでしたー。今回マルチゲームって楽しいね。あのだんだんスピードアップする。そう、自分がどうしていいか分かんないこのなんていうの焦りリズムに全く乗れない。前の人に言われちゃったけどね。そうサクランボって言ったでしょみたいな。それ言おうって話。あ、失礼しました。言おうって。いやいや。思ってないよ。あ、よかった。じゃあ、考えてない。というわけで、エンディングというわけで、じゃあ本日のゲストのお二人に告知があれば、ぜひお願いします。はい。じゃあ、ももちゃんから。はい。ももどんのもも、先ほども振っていただいたんですが、バースデーライブをやりまーす。16日月曜日祝日の夜です。敬老の日、うん、で祝日ですね。祝日夜、場所が東高円寺ロサンゼルスクラブさんの方でやりまーす。おーい。ゲストにファイスさん、イエーイ、桜川姫子さん、イエーイ、小泉千明さん、イエーイ、京ひなさん、イエーイ、ひかさん、イエーイ、そして PB クイーン全員、イエーイ。埋もれないように頑張らないといけない。はーい、16日、ね、16日、はい、ぜひとも来てくださーい。待ちしてまーす。意外とすぐだよね。あとちょっとです。体調崩さないでね。体調ね、崩さない。3曲頑張ってね。3？ え、そう、3曲だね。ん？あ、俺新しく覚える。新しく覚える3曲。そう。今、とぼけなのかと思って、そんなこと言いましたっけみたいな。この子に及んで。この子に及んで。あんな言い放っといて。本番に、本番に3曲しか。私に3曲しか歌わせないじゃん。あ、ない。そうそう。きっとそう撮ったんだろうな、今。そう。妄想、妄想貯金。すいませんでした。もう、サーデン頑張りまーす。はーい。ありがとうございます。はーい。じゃあ、ミサッチお願いします。はーい。じゃあ、ミサッチ、ももちゃんよりも5日早く、9月11日水曜日。ちょっと、平日でオープンが早いんですけども、6時にオープンして、6時半からスタートしまーす。ミサチバースデーライブ2013。場所はね、ももちゃんと同じで、東高円寺のロサンゼルスクラブさんの方でやらせていただきまーす。はい。はい。私の方もそのさっき言った、5人組男の子、英雄会っていう男、名前をつけてくれました。英雄です。英雄だって。英雄だって。今日なんか縁があるね。そう、英雄会の5人組の男の子。その他は、
あの、こちらでも出てくださるファイスさんと、あと、ヤマトナデシコ、メルヘンホリック、ヒビカナさん、あと、福井うららちゃん、そして亀山はるかちゃんと、総勢7組のゲストさんが遊びに来てくださいます。ミサッチも埋もれないように頑張りたいと思います。本当にね、平日で大変かと思うんですけども、よかったら、お祝いに駆けつけてやってください。お願いします。お待ちしてまーす。はい、以上でございます。はーい。ケイナ先生は？うん。ケイナ先生なかったっけ？え？あ、なかったかな？なかったかな？なんか、あ、じゃあ、まあ、もーちゃんバースデーとミサッチバースデーは、まあ、PB メンバーがね、まあ、いろいろそう出たりとかするんですけど、その後ですね、9月の23日の日曜日に、ミックスジュースがあるんですけれども、なんと夜の会がですね、ジュースボックスというですね、バンドさんの初主催が決まったそうです！イェーイ！なので、ジュースボックスさんで、こう、みんな、ボーカル入れ替わり立ち替わり、はい、なんか、参加することになってて、けどもなんか、曲参加するので、よかったらぜひ遊びに来てください。こちらも東高円寺のロサンゼルスクラブさんです。お待ちしてまーす。千奈さんは？今、ケイナが言ってた、ちょうど、23日、いよっかなと思ったけど、今も言ってくれたので、じゃあその次。その次？ハラ。あらじゃねえ。今月、ライブちょこちょこあるんですが、ごまかしたな。ごまかしちゃって、わかんなくなっちゃった。18日に、ジュースボックスさん別の大塚ハーツというところに出る、外のライブに出ることになっておりまして、なんせ慣れない外ライブなので、ぜひ、大塚まで夜遊びにいらしてやってください。よろしくお願いします。お願いします。次のテーマをお客様に決めてもらうとか言ってたのは？そう。次のトークのテーマをなんか決めていただきたいんですけど。そう、今日は今後についてというテーマで私たちがね、やったんですけど、次のトークテーマをね、ぜひ決めていただきたいと思っております。で、次のゲストさんはなんと、ピオヒナちゃんでーす。はい、なので、なんかピオヒナちゃんに語ってもらいたいテーマとかがあれば、ぜひぜひ、なんかありますか？多分ね、どうせ出てきてない感じでしょ、じゃあこれ終わって、決まるまで返さないから。あ、オッケー。じゃあそうしましょう。じゃあ、みんなね。話し合いがあってね。とりあえずね。決まったテーマを、が何だったかは、次回見てもらわないとわからないから、そうですね。楽しみ。そう、今日皆さんが終わったってつぶやくのがもし11時だったら、あの人たち11時まで何やってるの？決まらなかったんだね、みたいなね。ね、そういうのを楽しみに、はい、次回の放送もね、はい、ぜひご覧いただきたいなと思っております。次回は10月3日の木曜日となっております。毎月第1木曜日にね、放送していきます。配信していきますので、ぜひぜひ次回もお楽しみに。そして、今回はですね、まあ、皆さん見ていただいてるんですが、公開生放送としてまして、お客様が実際にこう、スタジオに遊びに来てくださってるんですが、この放送が終わった後、こちらの会場に遊びに来てくださったため、方のためだけにライブをやってますので、はい、ね、もし機会があれば、ぜひぜひスタジオの方にも遊びに来てください。お待ちしてまーす。言いたいことは、言いたいことは、あと大丈夫かな。なんか、言い残したことは。でも、OK だ。いろんなもの使っちゃった。見られてもお前もやれや、みたいな感じで。さりげなくやるけどさ、アミさん。何？次回のテーマについて、雨についてっていうのを言ってさ、今日ひなちゃん雨降り出してるからね、晴れ着るさ。そこ行って次回の放送の時、すげえピーカンだったらちょっと寂しいね。でもね、ケイナも雨女なんで、雨女対決したい。台風。嵐を呼び起こす。嵐を呼べ。でも、雨女の人とかってさ、本当に雨でもね、本当に張り切るほどに大雨。そうなの。そうなんだ。あのね、知らなかった。保育園から、大学まで入学式、入園式が全部雨だったの。気合入ってんだよね。なんかさ、なんだっけ、ダムのそばにですね、雨降ってきて。水不足でもらえる。深刻だからさ。はい、というわけで次回はもしかしたら雨になるかもしれません。